ひょっとしたらビデオを撮り忘れてる可能性の方が大きいから、道の駅カワウソの笹をすさみすさきなんかいうところで土佐丼を食べましたと。次が37番の岩本寺に行きますよと。土佐丼はやっぱりカツオがな、カツオの味は、まあ、カツオの漬けなんかな、たたきじゃないな、ちょっとなんかつけてある丼やねんけど、カツオは多分大阪で食べるカツオもそんな変われへんねんけど、やっぱりあのニンニク、生のニンニクと一緒に食べるっていうのが結構おいしいな。あんまりそんな食べ方、まあすりゃええんやけど普段せえへんからな。まあ当たり外れのないおいしい土佐丼でございましたわ。で次は岩本寺行きます。27キロ、32分、13時5分着予定でございます。高速の無料区間走れたらええのよ、なんかその辺にあるはずやで。速度落とせ、はい。ちょっとグダグダやな、ちょっと疲れてんねんな。朝今日は3時起きやで、2時間ぐらいしか寝てないねんな。ほんでもうすでに368キロ走ってて、明日なってきてちょっと今もグダグダ気味、ちょっとグダグダ気味ですわ。思考回路が停止はしてないんやけど、ちょっと安全運転で行こう。ちょっと判断力が鈍ってるかもしれない。グダグダや、まあ鈍ってるほどもでもないけどな。駅があんね、駅がアワーステーション、どれがアワーステーションな、どれか分かれへん駅がどれか分かれへん、アワー駅で、高知自動車道の無料区間に入るんか。トンネルの中涼しい、ちょっとお腹も膨れて眠くなった。まあ膨れてっていうほどあれだな、2杯はくれて超えてたけど、お腹いっぱいになると眠たくなるんで、ちょっと腹8分目にしてます。6分目ぐらいかな。晩飯をお腹いっぱい食べさせてもらおう。中土佐タウン、中土佐町、お電話ボックスや、これか、焼け崎休憩所。なんかどっかで曲がるな、どこ曲がるの、もうちょい先、あの上走ってる道路行くんやで。ここを曲がってどこや、あっこや、高知自動車道300m先右折、右折です。あー信号変わった、これはいける。今のは行ってもよかったタイミングやろ。こっち四万十市の方やな、多分。なんていい道なんだ、これが無料とはありがたい話や。 200m 先が1車線になるんか、1車線コースやな。お26度、涼しいはずや。26度は涼しいな。もっとマスは減ってるな。ガソリン入れて164キロ、吉野川 SA でガソリン入れてからでももう 164.2キロ、あと13分8キロ、13時2分着、えらい、はい。なんか向こうの空が暗いや。まあ雨降ってるほども暗くないか。まだ3キロこのまま、宇和島西四万十市あぐり久保川、道の駅あぐり黒か、え、く、何言うてんの、もうええわ。次で降りるんか、ひょっとしたら、まあ、終点なんかも、ここで終点。
さっきは混んでんの？こんなところで混めへんやろ。ここで混むって言ったらもう、あ、混んでるわ。なに？ここに道の駅アグリがあんの？アグリ久保川、これか。あ、これや。セルフ150円、4円か、高いね、やっぱり。井出光のガソリンスタンドって少ないよな、少ないような気がする。エネオスがなんかどこ行ってもあるような気がするんだけど、井出光って少ないんやろか、ガソリンスタンド。今回も井出光で入れたんやけど、井出光のガソリンスタンドがめっちゃ少ない。なんかエネオスってどこ行っても多いような気がするんだけどな。なんかあと8分、 2.5 キロ、13時2分着、足摺岬95キロ。あと 500m、 これか。367、 200m、 こいつ、お、岩本寺あった、岩本寺あった。もうすぐやで、あと6分。だから1時2分に着くねやん。なんか1時間ぐらいかかるって言うとったよな、さっき。岩本寺、岩本寺テンプルって書いてあるね、ここ。岩本寺、こっちやろ。あ、運から出てなかった。出したつもりやったのに。岩本寺100m。ここあかんのか？もうここでもええんちゃう？え？なあ。うん。到着。途中通ってきたのはあれ高速じゃなくてバイパス？あれ高速、無料の高速。無料の高速か。うん。今バイパスみたいなもんやな。パパのヘルメットすげえな。パパのヘルメットがすげえ虫いっぱい止まってる。ママはそうでもないんやな。ああ、楽しいだな。どこに、どこやの、どっからへんの、こっから来たら反則なの。うわ見てもうたほんまや。どこやん、どっからへん、こっから来たら反則なん。うえ、え、うん、あれは来られへんやろな。え、どっから行くの、どこが岩本じゃん、このとこな。あっから上がれるで。あのまま遊びたかったんか。これな、あ、だから鍵かかってるわ。だから通れるんじゃ、鍵はかかってないんじゃ。はい、まあこっから行ったらあかんのじゃ。やっぱ怖がっていかなあかんのじゃ。今の警報のところ。ひょっとしたら衝撃的瞬間、俺ビデオ撮影してたかもしれない。え、こっからか。まあ、ちゃんと取りくぐってこんなんやんか。あの、なくなってもうたけど、これ。ね、ああ、かわいそうに。これ神社やね、だけど。あっちやな。あ、ここ違うで。ほんまや。ここにあるやん、駐車場。
ここやん、なんかちょっとあれに騙された。もう人生騙されっぱなしや。ここはちゃうとこや、ちゃうとこに止めてるやん、ママ。雨降ってきたで。カッパ来ますか？傘は差しますか？傘してバイクに。じゃあ今やん。ほぼ持ってますよ。今日は金は全然つけてないけど、ここはお金、金ついてもこんなとこあかねえな、だいたい。つけるかもしれん。つけるかもしれん。金がつけるかもしれん。金ついてもいいのかもしれない。晴れてんのにな、向こうの空。そう、うん、でーって降ってきた。雨は通り過ぎたんちゃう？うん。え？なんかちょうど軒の下に入れといてよかったよ。引きちぎられた。
あ、そうなんか、なんかそれっぽかったよな、うん、あららみたいな感じやって、はい、これ岩本に、なんかもう一つパッとせん、パッとせん言うて怒られるな。ここのな、寺の岩本寺のお金は、釣り金は、あの、穴掘ってなかったで。いや、ええ音があんまり好きじゃな音じゃなかったけどな。大きな音はなったけど、割れてるような音やったやろ。こっから次が、金剛福寺やったっけ。もうちょっと行ってからにしようや。こっから、今、タイミング。うん、岩本寺か37番、次38番の金剛福寺、ここが遠いね。 85.7 キロ、ほんまか。金剛福寺こっから、そう、足摺岬、ここもちょっと 見たいやろ。足摺岬も今日のエンジン早く着いて、1時間49分、86キロ、トイレ86キロは、レッツドン。うん、途中で一発休憩がてら、行こうや、今のマンと。うん、それで行こう。金剛福寺やろ。金剛福寺。もう一個あるんか、もう一個で土佐の高知修行の道場と呼ばれるところが終わんね。次があれやな、39番、明日の朝一回る円光寺で高知は終わりやと。1時32分、3時17分着やから結構早いな、やっぱ1時間ぐらい早いな。よいしょ、もうヘロヘロなってきてるわ。はい、待って、途中で一回休憩入るね、ええとこあったら。ほんじゃ行きます。岩本寺やろ、次は金剛福寺やで、覚えときや。もう結構ヘロヘロやで、パパそらすや。もう今日は朝から400キロ近く走ってんのに。そやろ、もう今日は朝から 394.4 キロ走ってんのに。でもまだ1時33分やもんな。ちょっと雨降ってんな。青空やのに雨降ってる、嫌な感じやな。